はい、こばちゃんです。今回はですね、カードイベントも購入品ということで、パックを開けていきたいなと思います。はい。ものはですね、タイガースの2020のベースボールカードということで、こういったゴムで、ね、くくられたやつが多分20パックあると思いますので、こちらの方をですね、開けて、内容を見ていきたいなと思います。今こういう風なイベントで買ったやつのパックがどういうものが出てくるのかっていうのは本当にね、ワクワク感が止まらないみたいな部分がありますね。それでは早速タイガース開けていきます。はい。上本選手ですね。糸井選手、藤田選手、小野投手、タイガークルーということで、近本選手、岡崎選手、原口選手、岩田投手、木浪選手、糸井選手、で、ボーア選手ですかね。で、青柳選手、大山選手、佐伯投手、及川投手、マルテ選手、西投手と、サレス投手。馬場投手、糸原選手、福留選手ですね、中投手、川原投手、梅野選手、藤川球児投手、江越選手、矢野監督、浜地選手、大和選手、岩佐投手、藤波投手、片山選手、佐伯投手、で、谷川投手、で、糸原選手、タイガー君、で、島田選手。長坂選手、岩崎投手、井上選手、中谷選手、小畑選手、望月投手、荒木選手、ガルシア投手ですね。で、遠藤選手、おお、かっこいいな、近本選手、高橋投手、糸井選手、森谷選手、中谷選手、井上選手、福永選手、でタイガークルーで糸原選手が2枚目。こういうパックだからこういうのがあるんでしょうね。秋山投手、伊藤選手、西投手、桑原投手、でタイガークルーでボーア選手、ボーア選手も2枚目と、北条選手、青柳投手、俊介選手、マスコッツ、伊藤投手、浜地投手、中田投手、エドワーズ投手、森谷選手、梅野選手、伊藤選手、高野投手、で、ルー選手、で、島本投手、飯田選手、遠藤選手、
上田選手のタイガークルーで高橋投手で才木投手、島本投手、岡崎選手、西投手、荒木選手、小川選手、高山選手、高原投手、秋山投手、遠藤投手、斉藤投手で大学マルテ選手で、川原、投手、梅野選手、西投手、スアレス選手投手、岩田投手、木浪選手、岡崎選手、島田選手、大和選手、湯浅投手、マルテ選手、原口選手、東選手、サンズ選手、エドワーズ選手で、才木投手のイグニッション、これはシリアルじゃないんだ、だけどかっこいいね、はい、で、藤川投手、片山選手、はい、残り、ヨカ選手、岩崎投手、井上選手、サンズ選手、あ、イグニションの高山選手。おお、これがシリアルですね。150分の33ということで、シリアルがやっと出ました。長投手、島田選手、青柳投手、西投手、坂本選手、福留選手。おお、これかっこいいな、福留の。で、藤川投手ということになりました。はい。やっぱね、パック単位のやつだと、やっぱり、本当、出るか出ないかなっていうのは、まあ、その時の運なのかなと思ってしまいます。はい。ではですね、今回出たカード、紹介していきたいなと思います。まあ、結構ダブリがね、あってね、大和選手のタイガークルーが2枚出たりとかですね、糸原選手のタイガークルーが2枚出たり、あとは高橋投手と近本投手ってですね。で、イグニッションのカードということで、才木投手ですねとシリアルの高山選手、はい。で、個人的にちょっとね、マルテ投手選手だったんですけど、ちょっとね、シリアルとかない普通のノーマルなんですけれども、このね、藤川投手のやつはちょっとね、スリーブに入れて、大事にしたいなと思っております。はい、今回はですね、カードイベント購入品ということで、まあ、パックで売ってた、まあ、パックで入ってたやつを、阪神タイガースのです、2020なんですけれども、開封していきました。いいと思った方はですね、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただければですね、大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。ではですね、今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバイ。